はい、こんにちは。いつも、当チャンネル見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、22年式、BMW ですね。たまにはちょっといい車も入ってきたみたいですけどね、まあ、ちょっと年式がね古いですけどね、22年式の3シリーズのツーリングですねなります。そしたらですね、いつも通り、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。昨日もね、何人だろう、5人6人ぐらいかな、チャンネル登録いただきましてね、本当にありがとうございます。励みになりますんでね、皆さん、まあね、有名 YouTuber さんたちでもね同じようなこと言ってますけど、本当にそう思いますね。本当無言の応援っていうかね、そんなのが本当に、ありがたく感じております。それではね、ちょっと車の方見ていきたいと思います。まずは、いつもは最近なんか助手席の方から行ってから運転席の方から行きましょうかね。運転席のバンパーの方ですね。まあバンパーでもそんなにもない、ちょこっとやってますけどね。でこの車はもうね、磨きはしないか、ワックスね、ポリッシャーでワックスさせてもらって、でなんだっけ、内装はしてます。内装はしっかりとやってます。でなんかわからないけど、シミがね、運転席のドア、ここにあります。ここはドアドブで、ちょっと上とここと、あとこの辺とかね、なんかちょこちょこと、これ水滴ですからね、なんかちょこちょこっとあるんですけどね、はい。まあでもね、綺麗な方ですね、まだね。 BM さん、この年式としては、綺麗な方だと思います。まあ、ちょっとね、一つだけなんか、うんとかいう部分もあるんですけども、あと基本的にはちょっとね、今回こちらの服のオークション会場に持ってこうかなと思っております。まあ、もし仮に売れたとしてもね、まあ、売れた方が本当ありがたいんですけどね、目と見切れるかどうかって言われるとね、ちょっと自信がないんで、まあ、自信がないですよ。僕はね、整備点検とかするわけじゃないのでまあ一緒なんですけどね。リアバンパーの助手席はですね、ちょっとここら辺、マフラーのちょっと上あたりですね、傷があります。あとここにも傷ですね。やっぱりちょっと後ろバックした時にぶつけたんでしょうね、いう感じです。あれ、さっきこれ説明しましたよね、ここね、はい、荷物やった時にぶつけたんでしょうね。で、まだね、今何時だろう、3時なんですけどね、先ほどね、うちの奥さんがお弁当持ってきてくれたんですけど、ほんと5分ぐらい前にね、3時ですよ。僕だってもうね、9時ぐらいにはもう会社おるんですからね、朝から何も、ていうか昨日の夜からあんま何も食ってないんですよ、僕。酒だけ飲んだけど、昨日の夜ね、会社止まっちゃったんですよね。ここにも傷があります。助手席側の、ドアミラーのちょっと下あたりですね、ありますね。このぐらいかな、はい、わかります、こんな感じです。あとここにもね、ちょんちょんと、あとドア、フロントドアとリアドアの、境目のこのリアドアのここら辺ですね、フロントドアのフロントドアのノブのちょっとこの辺りですけどね、やります。ほんで3時ぐらいにね、ご飯持ってきてくれるのは、まあ、さ、ご飯ね持ってきてくれるのはありがたいんですけど、もうちょっと早く持ってきてよとか思うんですけどね、いつもね。でこちらの方ですね、こちらの方はHID は社外品ですね、社外品の HID を使っております。あとはちょっと飛び石とかちょこちょこっとね、この辺とかこの辺、まあこの辺とかね、あの辺とかね、ちょっとあるんですけど、まあすごいひどい状態ではないです。フロントガラスに立っても別に特には問題はないと思うんですけどね、はい。ただちょっとなんかここのね、モールのガラスのところのこれがね、少しちょっと劣化しちゃってるんで、まあちょっと取り替えた方が、まあただ雨漏りとかそんなはしてないので、まあ特に問題はないんでしょうけど、多分これただの普通のカバーで、なんていうかな、お化粧品みたいな感じのやつだと思いますんで、特には問題ないと思います。あとこのね、ルーフレールですね、こういう久しぶりに見ましたけどね、このルーフレールもね、あったらスノーボードとか、なんでしたっけ、スキー、まあ、あとキャンプとかね、そんなに行くときにいいんじゃないかなと思いますよ。大体外装はそんな感じですか。あとちょっとまあルーフの方見ていきましょうか。ルーフもこんな感じです。しかし今日寒いね、ほんまにさ。
やらなっちゃうよ、もう今日も寒いし、はあ、お腹すいたし、ねえ、こんだけご飯ねちょこちょこそんな食べてないのにね、全然痩せない、本当にもうタバコやめたからもうめちゃめちゃ太っちゃったからね、ゆっくりセット、競馬やってますね、後ろが見えた感じです。運転手はこんな感じです、まあ、ちょっと私ね掛け事は一切しませんのでね、まあスローとしてはですね、年に1回か2回ぐらいの宝くじ買うぐらいですかね、あれまあギャンブルっていうのか知りませんけど、よいしょ、距離の方ですね、はあ、あれ59,821キロです。で、ハードディスクのナビゲーションですね、ラクナビさんですね、それと地デジねついてますね、はい、フルセグついてます。でお客様の ETC カードね忘れてたんですね、だいたいね BMW とか ベンツもこんなだったっけ、あとセルシオとかねここに刺すんですよこれね、持ってかなくちゃいけないんだよな、持ってかなくちゃいけないか、まあ取りに来てもらうかちょっと考えなくちゃいけないんだけどね、参っちゃったなとか思いながらね、どうしようか考えてます。まあ郵送送ってもいいんだけどね、フラットシートです。まあ夜はそんなにないですけど、ちょっとやっぱりねシミがね少しありますね、はい、ああチャップチャップ本当にね、まあでも雪国とかね東北とかあっちの北海道とかの人に比べりゃすら大したことはないんだろうけども、寒くて寒くてもうこのねこの神戸はあの六甲星があるでしょ、なんか六甲からの冷たい風がね、六甲の美味しい水だったらまだいいんですけどね、まあもう寒くて寒くても、あのでも僕とか東京生まれですけど、東京の方がねあの雪とかが結構降るじゃないですか、だけどこっちの方が寒いんですよね、体感温度っていうのはこっちの方が寒いですね、東京の方が多分気温寒いとは思うんですけど、はい、あどっち、まあ、どうだか知らないですよ、本当に気温が あれかどうかは知りませんけどね、はい、ラゲッジルームです。でこれかこれをねこうやって伸ばしてこうやると、お荷物が隠れてね見えなくなるっていうね、素晴らしい機能の、ものですそんなどうでもいいけどな、あとはこんな感じでなんかねこう純正のものですね、純正のお肉もこの中入ってる初めて見た、僕さっきその中掃除してないわ、まあいいかオークション出しですからね、まあ、BM さんとかねこういう風にね、危ないですよということで赤いこういう表示とかね、あとこの室内とかね、こんな感じでね、作ってあるんですね。あと面白いのが昔はねもう今ないのか、昔の BM ってこの辺にねあのハザードスイッチがあったんですよ、で今はこっちの方になっちゃったんですけど、なんでこんな方にあるんですかみたいなので、ね、ちょっとなんか質問したことあるんですけど、なんだっけあの後ろの人前の人がもし行きたいだとしても後ろの人がすぐにあれができるようになったんですよ、ハザードをつけられるように行きたいだって言っちゃあかんない、押せない状況になったとしても後ろの人がもしおったら、後ろの人がちゃんとできるようにハザードをつけられるように、設置があったらしいです。はい、エンジン音です。ちょっとカタカタがうるさいような気もするけども、まあこんなもんちゃいますっていう、いつもながらの適当バージョン。ホイールもね今これねパッと見綺麗ですけどね、もう大変で、まあ、ちょっとこれ汚いですけどね、ちょっとこれね、まあでもパッと見綺麗にはしてるんですけどね、もうすごく真っ黒なんです、もう BM とベンツがまずの欧州車みんなこうなんですよね、真っ黒になっちゃってさ、
あ、これもう4本洗うのに多分ね1時間ぐらいかかってると思うんですよね。もうスチームしながらもうエンジンクリーナーやったなんやかんやった、これどうやったら綺麗に落ちるのかね、いまだによう分からないさ、この商売しとってね。はい、そんな感じで、新車市場 J5 明石店です。車買い取り J5 明石店をしております。0789393070です。また軽乗車月々1万円から、複数車、もやっておりますんでね、お問い合わせください。また新車市場だけ のコンプリートカーもねやっておりますんでね、お気軽にお問い合わせの方してください。そしたら、いつも、チャンネル、ご覧いただきましてご視聴いただきましてありがとうございます。当チャンネルもね、もっと、登録者増えて、もっとお金入ってくるようにねしてもらえればありがたいと思いますこれ本音、これは、チャンネル登録もよろしくお願いします。また高評価の方もねよろしくお願いします。そしたら、失礼いたします。あ、もう今度はね、次はセレナかな、セレナかな、が入ってくる予定になっておりますので、よろしくお願いします。そしたら、失礼いたします。